ゲリラズ・オブ・デスティニーは、新日本プロレスのタマトンガとタンガロアの兄弟による、タッグチーム。2008年11月8日、サザンチャンピオンシップレスリングフロリダが主催する、工業で、アリー・ペイトがカバー、テビタが抜くと、リングネームを変更し、サンズ・オブ・トンガを結成。アジアンスーパースター・オーガニゼーションを相手に、タッグデビュー戦を行い、敗戦した。以降、 アファーノーアイが主催するアメリカのプロレス団体、ワールド・エクストリーム・レスリングや、カルロス・コロンが主催するプエルトリコのプロレス団体、ワールド・レスリング・カウンシル・ユーフォリアなどを転戦していたが、2009年2月に抜くが、WWE とディベロップメント契約を交わしたことから、短期間でタック解散となった。その後、アリーペートは新日本プロレスに参戦しかつて父親の、 キングハックが使用していたリングネームにあやかり、タマトンガとして活動。テビタは WWE での活動を経て、2015年2月からはティネに参戦している。2016年3月12日、新日本プロレスのヒールユニット、バレットクラブの一員として活動するタマトンガが GBH の保持する IWGP タック王座に挑戦をアピールし、 共に挑戦するパートナーの正体が、マイブラザーだと明言した。後日、タマトンガは、タンガロアと改名した弟テビダと共に、IWGP タック王座に挑戦することが、決定となり、タックチーム名をゲリラズ・オブ・デスティニーと改めて、タックとしての活動を再開した。4月10日、新日本の PPV、インベージョン・アタック2016のセミファイナルに登場し、 IWGP タック王座に挑戦。ほんまにゲリラウォーフェアを見舞い、トンガがピンフォール勝ちを収め、第70代王者組に退官した。ゲリラウォーフェア IWGP タック王座を手にする、トンガとロア。パートナーは、マイブラザー。タマトンガが4.10両国で、タック王座挑戦表明。1対1でやろうじゃねえか。小島が柴田を、こ、3.12や青森結果。 新日本プロレス公式サイト。2016年3月12日閲覧。4.10両国大会絶賛発売中。IWGP ヘビー選手権。岡田和地下 VS。内藤哲也。玉が兄弟タッグ結成。クシャディバース。オスプレーイ。E ワグプジア。タッグ戦。新日本プロレス公式サイト。2016年3月17日閲覧。 IA16、天山に、勝利の柴田、長田を蹴って、戦線布告。ドタ,タンガの、兄弟コンビが、IWGP タッグ初体感。4.10両国結果。新日本プロレス公式サイト。2016年4月10日閲覧。IA16、課中の男、タマトンガにインタビュー。俺にとって、最大のチャンス。バレットクラブの、穴は、 俺たちが埋めるしかない。噂の弟、タンガロアとは新日本プロレス公式サイト。2016年3月27日閲覧。ありがとうございます。